はい、どうも、プロスプです。シオです。キングエポケモンシバイルランクマッチ、今回もやっていきましょう。はい、もうなんかマッチングしました。ちょっと待って、やばいやばい、なんでマジこんな勝てないの。ちょっと待って、キーステース関係がちょっと舐めすぎてた、これは。あー、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、本当にどうしよう。いや、動画にならないんだけど、まず氷っぽ出そう。うん、氷っぽ出して、氷っぽからの、いや、どうしようこれ。そうだな、これ見る感じだと氷、炎技、メルシーに弱点使えるのヒードランと、ホールーアでしょ。そんじゃメルシーを外に出すのを出しても、その通りが良くないから。そうだね、ヒードランがいいなら、一つエルデードでもいい気がするんだけど。いや、あいつ初手でどうせ、大道芸が入ってくる気がするから、もう氷っぽを外に出しちゃって、デルデイの氷っぽ、で、ヒヒダルマが仕事ができるかどうかっていうのは微妙なラインだね、かなり。弱点が、ゼクロムヒーローランに弱点がつけるんだけど、まあこれでいいやもう。やばいやばい、本当に動画にならん。いかんいかん。ちょっと、でも、たぶんね、デースのポケモンがどうやって立ち回ってくるかっていうのが分かってくれば、アーゼラ勝手にやってくるはずだから。今の、だけのシーンも。老害なら試合がね、1試合ぐらいで取れてくれないと困る。ヒーローランから入ってきた。ヒーローランから入ってくるのやめてくれ、マジで。まあここまで、だるまだよな。ちなみに、今、浮いてて出てきてるんだ、正直は。浮いてるのはもうエルレードしかない。鬼火だけはやめろ、鬼火だけはやめろ。もう鬼火でさ、攻撃力減らされるのが、よし、挑発、挑発、挑発はいい。よし、いいね、いいね。ヒードラン抜けるのかな、これ。ヒードラン抜いてるから結構怪しいんだな。いや、上からな、オリビオを打たれると、まあ、ちょっと厄介ではあるけど、もう、やっぱヒードランって素早く立ち込んで何？そういや。あ、え、引っ込めてきた。引っ込めてきてるのか、これ。これ引っ込めてくる。そんで、ゼクロムは大丈夫。ゼクロムはあれは通るよ。ゼクロはこのインファイト相手を通るはず。おお、いい、いい、いいダメージ。めちゃくちゃいいダメージ入った。すんごいダメージ入った。いいね。いいよ、いいよ。ベリーグッドダメージ。よしよしよし。いいよ、いいよ。ゼクロはさすがに抜けないもんな。抜けないならね、もうインファイトで防御も下がったから、ここでね、インファイトで防御下がった状態でさ、さすがに耐えれるんでしょ。氷っぽに引く。氷っぽに引いて、一回もう、アイスエース壊させるか。ゼクロムに。で、素早さを上げて、引いてくるかな、相手。身代わり。なんかすんごいの持ってる、こいつ。すごいの持ってんな。で、これは腹ないことするチャンスなんじゃない、普通に考えて。で、なんで身代わりやってきたんだ。やりたいことがちょっと想像できないんだけど、多分ハーブ迷子を積むよりもツアー落として殴った方がいい気がする。もう竜舞か。でも竜舞はさ、え、無駄じゃない？竜舞いくら積んだところで。だってこう一歩攻撃が一度攻撃を一回無効化できるんだからさ。もううわ、うざいうざい、マジでうざい。今のは本当にうざい。あ、そういうことか。まあ、やりたいことは分かった。あ、でも、こういう竜舞捨てる。危なかった。今ね、竜舞を、つまり捨てで、氷っぽが抜けなくなったから、アイスエース壊された後でも。それでね、だから今、今、相手が、竜の場合、一回でやめて、こっち殴ってきてたら、
もう普通にやられてたら危なかった、マジで。ギリギリセーフ。まあそうやね、積み上がっていうのは何回も積みたくないけどね、引きが大事だから。よし、これでゼクノムが落ちるはず。当たらんし。おい、でもこれ当たらなかったら割とでかい。もうなんでこんな当たれる、当たらすぎだ、それは。そんな当たらんもんか。え、でも、この打撃は、もう、アイステイスで無効化できる。で、これ、物理だよね。あ、おー、ちょっと待とう。ちょっと待って。いやー、ちょっとね、間違えたね、今。今ね、めちゃくちゃ間違えてたね。そうだね。なんだろう。多分ね、ゼクラムの特性だね、そういや。むっちゃ忘れとったけど。もう回出はもう右上のところに乗っけとくけど。まあいいや、影打ちで、ね、とりあえずゼクロも落としてるから、でもゼクロも落としたら割とでかいんじゃないこれ。ポケモン1体失ったけど、まあどっちも HP 満タンだし、まあ実質的に1日交換になったから、まあ。相手は残りのポケモン試合では全然勝てる。オードンゲか。オードンゲはね、ダメだね、ちょっと。オードンゲはちょっとね、まずいんだよね。何がまずいってさ、フェアリーが抜群なんだよね。この、LA の。で、初手の下に来ない、来てないっていうのがね、結構怪しくて。あのね、割と、普通に殴ってくる可能性が高い。ちょっと耐えろ。フェアリー技は炎には今一つだから。普通に壁張ってきたんだけど。マジで普通に壁張ってくんの。いや、壁張ってきても半分は多分って。外した。でも、いや、普通に無理か。拡散は取れるでしょ、さすがに。これ半分食らうの。これはでかいよ。マジででかい。むちゃくちゃでかい、今の。これ半分食らうんだ。いや、すごい。やっぱり平山はね、攻撃する140は強いよ。攻撃しすぎて140弱いわけがない。マヒルだーった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 もうね、マヒってだけでも勝っちゃったね。っていう。緊張の駆動。耐える。ソードクラッシュは耐える。今一つだもんね。アクアルザ持ってなくてよかった。これマヒルだけで分かってる。よし。そうだな。ヒーロー団体。LA の対面はね、勝てるよ、普通に。今回の LA は結構特殊に振ってるし、勝てる。普通に勝てる。まあ、問題はヒーローの素早さ、ヒーローランが努力値どんぐらい割いてるかっていう話。ヒーローランがね、素早さの努力値をかなり振ってる場合は、上から鬼火を撃たれて、インファイトの威力が半減されてっていうところでかなりきつくなってくる。おぉ、大地の力。ちょっと待って、今さ、大地の力って言ったよね、上から。麻痺状態でもスカーフヒラノは抜いてるってことは、ある程度、スバルサラノに努力値を振ってる可能性があるかな。頼むから、抜いてってくれ。で、もしくは鬼火を持ってないでくれ。鬼火持ってなければ勝ち、普通に。弱歩とかあんのかな、でも。あ、ダイモンじゃ余裕。余裕。あといい。抜かれてるな、あといい。これ、インファイ。で、ちょっと弱歩だけはやめて、弱歩はやめろ。あと、じゃあ、風船だ。何言ってんだ。普通に間違えたな。そうだよね、これさ、持ち物をさ、見てるのにさ、たまになんか普通に間違えた時とかない。そうや、風船抜いとったっていう。こういう現象ね。でも、これで勝ち。よし、やっとだ。やっと初めて、まともな勝利が得られる。ああ、ほんと、いや、ちょっともう、ほんと危なかった。もう、動画になるとこだって、風がすぎて。いや、キーステース環境、マジで慣れてた。で、割とね、前回はね、マスターボーリ級ね、やっぱ結構、いろいろ試行錯誤はしたけど、最後のパーティーだと、割と簡単にいけたから、ここまで勝てないとは思わんかった。危なっ！今むちゃくちゃ危なかったよね。危なっ！なんで危なっ！マジで危なかったよ。危ねえ！
はい、さん、ありがとうございました。あー、危ねえ。ちょっとね、禁止です環境を舐めてた。舐めすぎた、さすがに。ダメだ、これ。ちょっとね、もう、いかんで、これ、ほんと。なら、彼女で勝ちだけど、1試合。ちょっと、まあ、頑張って、なんとか勝てそうなチームもまた育成していきます。はい、というわけで、今回はここまで。それでは皆さん、また、この、